1587年にメルカトルが作成した世界地図。オレンジ色の陸地がテラウストラリス。左端の緑色の島はニューギニア島。メガラニカ、マガラニカはかつて南極を中心として南半球の大部分を占めると推測された仮説上の大陸のことである。テラウストラリスとも言うが、この後は後にオーストラリア大陸を指すようになり、現在でも 画語、文語的に使われることがある。未発見であることを強調し、テラ・ウストラリス・インコグニタとも言う。メガラニカは南方大陸の一部と思われた笛島を発見したフェルディナンド・マゼランにちなんだ比較的新しい名である。形容詞として使って、テラ・マガラニカとも言う。17世紀の中国で作られたマテオリッチの今バン国前図やその影響を受けた3サ,サイズへの 三海予知禅図、ジュリオアレーニのバンコク禅図でこの名が使われていたため、日本ではテラーアウストラリスよりも広く知られた名前となった。漢字表記は隅川らドロカ、または隅川ロ老ニカとされているが、1708年に日本で出版された地球バンコク一覧の図には黒川ラロ老ニカと書かれている。笛語島、ドレーク海峡南極大陸、南米の南端にある、 笛ご島はかつてメガラニカの一部と考えられた。古代ギリシアにおいては、すでに知識人の間で地球球体説が唱えられていた。だが、当時知られていた大陸はすべて北半球に偏っており、安定性が悪いように見えた。そのため、南半球にもそれと釣り合いが取れるだけの巨大な陸地が存在するという考えが生まれた。テラウストラリスは長く、 仮説に過ぎなかったが、大航海時代に突入すると、その一部と思われる陸地が発見されるようになった。1520年に、フェルディナンド・マゼランの艦隊が水平線上に垣間まみた、陸地は南極まで続く未知の大陸の最北端だと思われた。笛子島と南アメリカ大陸の間のマゼラン海峡は、大西洋と太平洋を結ぶ唯一の水路だとされ、 当時の地図の多くにもそのように描写され南方大陸はメガラニカと名付けられた。しかし1578年にフランシス・ドレークがホーン岬とドレーク海峡を発見しフエゴ島が島であることを明らかにした。1526年に発見されたニューギニア島もメガラニカの一部と考えられたことがある。1606年にウィレム・ヤンツが ニューオランダ西海岸を1646年にアベルタスマンがニュージーランドを発見するとついにメガラニカが発見されたと考えられた。この時代、メガラニカは想像上の大陸ではなく新しく発見された実在の大陸とみなされていた。しかしジェームズ・クックにより事態が変わった。クックは1768年から1771年の エンデバー号による第一次航海の道中の1769年、タスマンの発見以来白人が訪れていなかった、ニュージーランドを訪れた。そして、ニュージーランドを船で一周し、これが島であることを証明した。さらに1770年、ニューオランダの東海岸を発見した。 まだすべての海岸線が発見されたわけではなかったが、ニューオランダがメガラニカの一部である可能性はほぼ消えた。こうしてメガラニカは再び未発見に戻ったが、さらに高井度にメガラニカが存在すると考える人は多かった。クックはイギリス王立協会からメガラニカの発見を依頼され、1772年から1775年にレゾリューション号とアドベンチャー号で、 第二次航海を行った。クックは南半球中高移動を周遊し、1773年には南極圏にまで到達した。南ジョージア島、南サンドウィッチ諸島、クック諸島、ニューカレドニア島、ニューエ島など多数の島を発見し、巨大な氷山を見たものの、大陸は見つからなかった。こうしてメガラニカの存在は完全に否定された。 ただしその後もニューオーランダは、テラ・ウストラリスと呼ばれ続け、さらに変化したオーストラリアという呼び名が、マシュー・フリンダースにより広められた。まだ高緯度には、いくらか、未探検の領域が広がっていたが、すでに地図の空白を空想で埋める時代ではなく、メガラニカが描かれることはなくなった。八百二十年頃にはついに、南極大陸が発見されたが、かつて想像されたメガラニカより、 はるかに小さな大陸であり、別物と考えられた。ありがとうございます。